誰が言ったか知らないが言われてみれば確かに使える武器使用家の時間がやってまいりました。18禁です。どうも。というわけで久しぶりになりました。今日のお相手はこちらのツーショットの射速リロ速のペーパーシェイカーやっていきたいと思います。ショットガンとねヘビーガンのパークを組み合わせられるので、そういう意味ではね、どっちの効果も積めるという点で、面白いところでございますけど、現在何も積んでない時点で今回プラズマを積んでみました。でですね、この状態で、ショットガンと、ね、ヘビーガンの、ね、パークを積んでみようと思います。少々お待ちください。とりあえずこれを乗せるとダメージはね全種類でこれだけ増えますね。ちなみに、ショットガンパーク全部外してみたらどれぐらいか、まあ、2しか変わんないんですけど、まあ、意味はあるんじゃないかなと思う。まあ、その辺のね、細かいところ、得意なチャンネルがあるので、多分そちらで見ていただけると嬉しいんですが、とりあえずこれでね、やってみたいと思います。で、ちなみに他のパークとしてはですね、スタビライザー、これアーマーチね、タイアーマー効果みたいなのついてますし、あとエンフォーサー、V ダメ、重傷を合わせるという意味では、あとワンガンアーミーですね。これなんかはね、効果つくと思いますから、やっていきたいと思います。それでは、行きましょう。久しぶりだな。じゃあ頭をね、フルオートなんでね、MP じゃねえ。ああなるほどね。ああでも、あえちょっと待って、あすげえわ。あなるほどね。これ今までで一番早くほぼ重傷よ。すごいね、これ。あ、これ、罰運用じゃなくていいね、これ。そっか。あ、なるほどね。よろめき効果2つつくから、ものすごい確率でつくね。ああ。ああ、すごいね。即重傷。あ、なるほどね。これはね、ある意味使えるかもしれない。即重傷ですわ。ごめんね。どれぐらい回復するんだろう。ちょっと見ておこうか。ああ、今までで最速で重傷になったな、ある意味。バッツ運用しなくても、まあ、多分立ち上がったら多分なるんだけど。さあ、どうなるかな。あ、復活した。あ、無敵時間があるんだな。死なないにしろ。重症化がすごい。これは面白いね。まあ、とりあえずね。倒しなんか不思議な。あー、これね。あ、これすごいね。これはね、面白いですね。あー、よろめき効果いいわ。ちなみに思ったんだけど、リロ速効果って2つつくんかな。今、リロ速パークをね、1個だけつけてないんだ。これでリロードね。これさ、TPS とさ、これさ、違かったりするんだね、FPS で。なんかやっぱね、違う気がするんだけど。15% ついてるんですよ、まず。15% ね。じゃあ 30% つけてみましょう。多分速くなるんだろうけど。これで 45% プラスですね。これに、じゃあダメージはいいから、ショットガンのリロ速パークつけてみようか。いいよ。はい。あ、すごい。瞬殺だわ。75? でも速くなる。速っ。あー、これだとね、リロード速度最速ですね。75% 速度。これダメージじゃない方がいいんじゃないかな。いいよ。あ、もう全部の部位を速攻で重傷化させる。相手に攻撃を諦めさせる。なるほど。ですよね、ですよね。あ、腕は残ってる。ちゃんと狙っていかないといけない。あー、なるほどね。そこまで、でも、リロ速つけた、ダブルリロ速の 75% アップ、最強だな。すぐひざまずきますね。しかも、ツーショットだから、
効果が、効果チャンスが2倍というね。ロード速度も速い。はい、残念でした。近寄る。あ、おっと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 。おお、結構食らうね。アドレナリンつけた方がいいですね。うん。アドレナリンつけた方がいい。あ、これね、アドレナリンだな。アドレナリンがめっちゃ大事。あ、いいな、これ。上から下までに綺麗に。まんべんなく。なるほど。これいいな。伝説の。どっから撃ってんの？おーおー、あ、強いね、これ。あ、強い強い。ヴァンパイアでもいいかもしれないね。あー、これはすごいですね。これいいね。あ、面白いわ。お、久しぶりだな、このタイプのデスクロー。懐かしいな。赤いタイプ懐かしいね。いやー、これすごいな。俺のターンやな。遠距離でもそれなりにいけんじゃないですか。あー、強い強い、まあ、近い方がより強いんですけど、重症化させるにはかなりいい武器ですね。あー、強いな。まあ、フォアスプで言ったらグールですよね。でもね、もしかしてツーショットクワッドでもいいかもしれないんですけど、まあ、ちょっとこれでやってみましょうか。はいはい、とりあえず走れなくするっていう。みんなスローモードなんですけど。あらららら、あらららら、はい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 、はい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 、はい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 、はい、ああ、すごいね。あの、一発のダメージが派手なんじゃなくて、もうこっちの一生俺のターンができるっていう。あ、でもまだね、分散されるけど、まあ、ダメージ全然弱くないんだよね。エイブ力はある程度なくてもなんとかなっちゃう。ほら、もう近寄らせない、この制圧力。まあ、ちょっと球数で言ったらクワッド欲しいなと思いますけど、でも全然使えますね。ああ、いいね。これはね、なんかね、何、ダメージを出したいからっていうだけではないね、違ったね、面白さを提供してくれますね、これは。ああ、光しものね、これがね、めんどくさいですよね。ね、めんどくさいね。いいね、俺はね、いい遊び方を見つけてしまいました、私。はい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 。はい、残念でした。君にターンはありません。さあ、人間だとどうでしょう。あー、シガー、お疲れ。うん。あー、強い強い。人間にはもう、ほんと効くね。ちょっと遠くでも、もう、はいはいはい。あー、強い強い。あー、強いね。ロキランはやばい、ロキランは。はいはいはい。いや、強いね。はい、というわけでね、ツーショットの射速、リロ速のペーパーシェイカー使ってみました。やっぱパークが大事ですね。リロ速つけて、スタビライザーつけてですけど、あとは、まあ、大事なのが、エンフォーサーと、ワンガンアーミー。これをつけるとね、もう、ずっと俺のターンができるんで、正直パーセプションはこれじゃなくてよかった。
というわけで、まあね、アクションのパークとね、ラックのパークがすごく大事なんで、まああとはね、ラックのパークでね、ブラッディメスとか、そんなにね、壊れやすさ感じなかったな。ラックオブザドローはそんなにかな。クイックハンズはちょっと試してないけど、やってみてもいいかもしれないし、まあできればヴァンパイアで、リコシェット発動するようにすれば、もう本当にダメージも余裕のよっちゃになっちゃうかなと思います。というわけで、ご視聴ありがとうございました。またね、またちょくちょく動画上げていきますんで、噛みましたけど、動画上げていきますんで、今日はね、ペッパーシェイカー、ぜひね、まあ、ヴァンパイア、タイヤ、まあ、通称の活かし方もね、今日ね、ダメージじゃなくてね、V ダメージっていうね、俺のターンできますんで、ぜひ皆さん遊んでみてください。というわけで18分でございました。また次回の動画、チャンネル登録よろしくお願いします。それでは失礼いたします。チャオ。